朝の番組で占いコーナーあるじゃない？あれ結構気にしちゃうわよね。ご機嫌いかがですか？バニラエースです。今回からですね、新しい企画といたしまして、ネット通販とかフリマアプリで購入したものをですね、個別に紹介する動画を作っていきます。で今回ですね、一番最初の商品なんですけども、もう映っているのでお分かりかと思うんですが、ゲームボーイアドバンス版のファイナルファンタジー4、5、6の3点です。これはですね、フリマアプリの、メルカリの方で9200円で3本まとめて購入しました。まあもちろん中古品なんですけれども、3本まとめて9200円というのは結構お得なお買い物なんじゃないかなと思って今回購入してみました。ちょっとそれぞれね、見てみることにいたしましょう。まずはこちらですね、ファイナルファンタジー4ですね。まあやっぱり他の方が持っていらっしゃったので、やっぱりこう箱とかはね、よれたりとか、それなりにこう傷がついたりとかしてるんですけども、まあ中身の方を開けてみるとかなり、いい状態で入っていると思います。こういうソフトもですね、ビニールに包まれてますし、説明書もですね、非常に綺麗な状態でありがたいですね。こういうのもね、形で非常に綺麗なものを変えたと思っています。ただ残念なことにですね、これまあバグの多い、これ刻印がもう分かる方は分かると思うんですけど、 E3 というのがギリギリ見えるかと思うんですけども、結局バグの修正版じゃない、アドバンス版の4というものだったので、その部分は少し残念なんですけれども、まあ、箱節付きというところを考えると、まあ致し方ないかなと思っております。まあ、なかなか修正されたバージョンっていうのはちょっと手に入りにくい状態になっているので、もうこのあたりはもういっぱい、例えば中古市場でもいろいろ買ってみて、試してみるしかない、もうガチャガチャを引くような感覚でやるしかないなというふうにも思ってます。まあね、今後、資金に余裕が出たりすれば、そういうガチャ企画みたいなのも考えていったらいいかなとは思ってます。はい、じゃあ次にファイナルファンタジー5見ていきます。まあ、こちらもですね、やっぱり中古品なので、特に箱はね、ちょっとやっぱりこういうところとかね、そんなに綺麗じゃないなっていう感じはしますけど、まあ、中身の方も、かなり綺麗に使われてたと思われる状態です。説明書の方も非常に綺麗なものをですね、今回出品していただいてたようです。こんな形ですね。はい、はい、それでは最後に、ファイナルファンタジー6ですね。はい、こちらもちょっと多分3つのうち一番箱が、こことか潰れたりとかもしてますし、まああんまりいい状態じゃないのはもう目に見えてるんですけども、ただこれも中身はですね、そんなに悪くなかったです。まあ同じ方がね、出品されてるので、まあ、外の扱いとかもですね、まあ同じように使われてたのかなと。ビニールもちゃんと中に入っているような状態で丁寧に、
送っていただいたと思ってます。はい、説明書の状態も非常に綺麗です。まあ、なかなかね、ファイナルファンタジーのアドバンス版、C56 については手に入りにくい商品になってきてると思うんです。あ、こういうポイントカードもついてますね。まあ今ではね、多分使えないものだと思うんですけど、まあ、こういう、付属物も結構ね、残ってるっていうのはなかなか珍しいんじゃないですかね。で、まあ手に入りにくいものになってきてますんで、まあそれが箱節付きで、まあまとめて9200円で手に入ったっていうのは、かなり嬉しいお買い物でした。それではですね、今回の紹介動画はこちらのファイナルファンタジー4、5、6のアドバンス版の紹介でした。まあ、まだまだですね、こうメルカリとか探してるとですね、まあ私の欲しいゲームとか、ゲーム以外のものでもですね、非常に手頃な値段で手に入るということで、非常にこう私にとっては役に立っているものなので、まあ、日常的にちょっと使ってますので、どんどんですね、紹介できると思いますので、またよろしければですね、ご視聴いただけたらと思います。それではですね、チャンネル登録、高評価、あとはコメントとかいただけたらと思います。では、ご視聴ありがとうございました。